アスフィンイスイス。切れ込んだ。あっと。危ない。そうですね。ミランジーヤ。素晴らしいゴールですね。もう本当にゴール前のご機嫌いかがでしょうか。今週は1985年キリンカップのファイナル、あのブラジルの名門チームサントスフットボールクラブ、そして一方南米名選手の宝庫メタ60あるかないかです、ね、そうですね、実にうまい選手でしたね、11番がデセルジオです。ヘディングで繋いでキーパーが取りました、ロドリゲス。さて一方のウルグアイ代表の方です。ゴールキーパーはベリチコ、2番がルッソ、3番がアセベド、4番がモンテロンゴ、セットアップから4番のモンテロンゴ。ロドリゲスは非常に守備の範囲も広くて高いボールに強いキーパーだそうですね、強いですね、安定感がありましたね。ああそうですか、まあ、しかしいいクロスパスが出た、シュートゴール。このプレーどう分析なさいますか。ここはね、やはり7番のね、はい、アギレラのもう勘のいい走り込みというのが光りましたね、はい、もちろんスルーパス、素晴らしいパスが出ましたけどね、はい、まあいいところで走るもんですね、はい、全てをかけてると見ていいですね。そうですね、もうそれはスポーツの原点でもありますしね、はい、非常に充実さがいいパスですね。これ危ない、これを押してシュートを取る、デセルジオいい走り込みですね。そうですね、最初のね、はい、スリーパスで勝負ありという感じでしたからね。いや素晴らしいゴールでした。11番デセルジオ、ブラジル代表プレーヤー、ここでウンベルトがね、足をコースさせてスルーパス出すんですね、はい、ここで中央からミランジーニャが走ってシュート、はい、これはねベチリコがよく止めたんですがね、はい、これある意味でミランジーニャはオフサイドなんですね、はあはあ、ゴールキーパー飛び出してますからね、はい、ちょっとキーパーが出るとミランジーニャがぶつかるという組み合わせがちょっと ね、はい、ね、まあこれも前から決まってたんでしょうがないんですがね、はい、私はちょっとおかしいと思うんですね、はあ、切れ込んだ、あっと、はい、危ない、そうですね、ミランジーニャ素晴らしいゴールですね、もう本当にゴール前のワンツーの使い方のうまさですね、綺麗でしたね今のは。右にこの薄い藤色のユニフォームをつけているウルガイ、そして左側にサントス、2対1とサントスがリードして後半です。岡野さん、やっぱりどうでしょうか、単独チームと代表チームということになりますと若干戦いにくいということもあるんでしょうか。いや、それは関係ないですな、5番のあはは、そうですね、そうですね、セルジーニョですね、はい、確か3500万ぐらいでコリンチャンス行ってたんですよ。そうですね、はい、いいシュートですね、アギレラですね、またいやーすごい、7番アギレラ、しかしシャープですねやっぱり。そうですね、この後止めてからのシュートの速さですね、はい、ほとんどノーステップですね、はい、そしてアギレラ、ロドリゲスも素晴らしいですね、はい、あれだけの長身で地面に低いボールをシッと反応してますね、はい、7番のジェルジーニャ、18番のミランジーニャ、ミランジーニャもう一回かわしてシュート、最後は本当に見事なループシュート、個人技の最下のものですね。そうですね、スタートしたのは自陣のエンドですね、はい、自分たちのエンドからですね、はい、ですからオフサイドになる前はですね、はい、この人は当然ナショナルチームのスタープレイヤーになっていいと思うんですよね、ここからですからね、はい、自分のエンドですね、まだ、はい、ここで足も完全にかっぱらいに来てますがね、外しました、はい、キーパー外す、外す、キーパーも捕まえようとしてますね、もう一人来ました、この後が落ち着いてますよ、うわーっとね、素晴らしいですね見事なプレーを見せました。この人は5月にポルトゲーザから移籍してきました。そうですね、強いブラジルとウルグアイ、ブラジルの名門のサントス、そういう姿がありました、うん、ファールを犯したじゃないかというアピール、いや反則は取ったんですけどね、なるほど、8番のホルケバリオス、キャプテン、キャプテンですかね、はい、なかなか気が強いですね、はい、やっぱり割合と足を高く上げたプ
レーを反則に取らないと特に南米の選手は嫌がるんですね。ああ、なるほどね。いいよ。フリーキック見事に決まる。ものすごいですね、これは。これはあれですね、リードされているガイが早くしてくれということですね。あのね、ゴールキーパーのロドリゲスがね、はい、ゴールインしたボール掴んでてなかなか返さなかったんですね。なるほどね。警告ですがね、これ80分さあフリーキック、よかったですね。このシュートは本当にもう一番隅行きますよ。キーパーちょっと触る。ウンベルトですね。ミッドフィールダーのウンベルトが倒れました。まあ、どちらかというと少し今オーバーめなジェスチャーがあるんですけどね。ここで選手交代やるんですね。そうですね、はい、あ、10番ウンベルト変えますね、あ、いや交代だと言っているのか、その前に何か言ったんですね。いや、そうじゃないです。あの6番のね、はい、カルロス、カルロスがあのフリーキックをなかなか蹴らなかったということなんですね。なるほど、はい、はあはあ、それで警告は一応与えた、はい。そしてウンベルトに代わって17番のフォルミガを入れました、カスティーリョ監督。まあレフリーの高田さんも南米同士を裁くというのはなかなか大変なんでしょうね。そうですね、特に言葉の問題がありますんでね。あ、そうですね。まあ、日本のレフリーの皆さん英語だったらね、はい、きちっと処理できると思うんですが、やっぱりスペイン語とポルトガル語ですからね、ちょっときつかったと思いますね。左サイドドリブルに入りました。見事なバランス。まだボールをサントスがキープする。ラストパスが出るか、シュート。いやー、これはすごい。デセルジオ統一されたというコメント点が来ましたね、はい、ダメをしてるんでしたね。いやー、すごい。ちょっとこれはオフサイドだというんで、ウルガイ側は相当強烈な抗議をしたんですがね。最初ドリブルに入ったらミランジーニャですか。いや、違いますね。違いますね、はい、すごいドリブルです。そしてここにいるのがゼッセルジオ。ゼッセルジオがここで行くんですが、最初のドリブラーがここに入ってきたんですね。そうですね。ですからこれはポジション的には完全にオフサイドですね。あ、要はシュートの瞬間にキーパーがですね、はい、あの選手に影響されてるかどうかということの判定なんですがね。まあ、ウルガイサイドはオフサイドだと、はい、まあ、たまたまねラインズマンが旗を上げてたんですよね、はい、それも今言ってますがね。あ、レッドカード、モンテロンゴですね。そうですね、4番のネストル・モンテロンゴがここで退場になりました。たまたまあのね、この後ちょっと見ていただくと分かりますがね、はい、これは確かボニーじゃなかったと思いますがね。すかね、はあはあ、そしてこのままこのプレイヤーが前へ来るんですね、はい、でゼッセルジオ、ゼッセルジオですね。ここはもちろんオフサイドありません、ありません。ここでシュートしておけばよかったんですね、はい、でこういう出てくるわけです。でこれは完全なオフサイドのポジションなんですね、はい、でここでシュートしてるわけですよ、はい、その時にですからキーパーの守備から見ると彼が影響があったかなかったか。A gente se lembra só de 84. Só que a gente tem o torneio início, além do título do Paulo de 84, ele ganhou a taça dos invictos da Gazeta Esportiva, inclusive recebeu nas mãos pelo Orlando Duarte, não foi?Em 1985, o Santos ganhou a taça Presidente Tancredo Neves contra o São Bento de Sorocaba. Tem a Copa Quirim, Copa Quirim importante contra o Uruguai, ganhando de 4-2. Em 86, o Santos ganhou o campeonato, primeiro turno do Campeonato Paulista. Em 87, o torneio de Marseille, na França. Ganhou o título da fase de classificação do Campeonato Paulista.Em 88, o último ano, ele ganhou o Troféu Diário dos Campos, um jogo contra o Operário, lá em Ponta Grossa. E além dessas conquistas, ele foi o representante do Santos na Copa do Mundo de 86. A
gente falou dos títulos do Rodolfo Rodrigues, tem bastante, né? Só que tem um título que ele não tem. Não, é, não tem um título que ele não tem, mas ele vai ter hoje. A Sofis vai dar pra ele. Então aqui, né, nós temos uma singela homenagem, né, uma recordação. Rodolfo Rodrigues, ASOFIS, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, otorga oficialmente o título de Dom ao Eterno Guardião da Meta Alvinegra. Obrigado, Dom Rodolfo Sérgio Rodrigues, Rodrigues, Eterno Goleiro do Santos Futebol Clube. Agora ele passa a se chamar Dom Rodolfo Rodrigues, por favor.